パチンコ、来年から利益4割減少へ、みなしき撤去で、ハーバービジネスオンラインによりますと、パチンコのパチンコ店9割以上が加盟している、全日本遊戯事業協同組合連合会が、4月19日の理事会において、いわゆるみなしきを今年中に撤去すると決議をしたことが明らかになりました。 このみなしきというものなんですが、通常ですね、パチンコ台には設置期間が定められており、最長でも6年しか設置できないはずなんですが、現在の検定基準と同じような台であれば、そういった設置期間を過ぎても、そのまま設置できるというです、ね、仕組みになってしまっております。 そういったものに対して、このみなしきの制度はおかしいとして、今年中にすべてのみなしきの撤去が決定されました。また、パチンコ日報によれば、こういったみなしきと呼ばれる古い機種がすべて撤去された場合、パチンコの売り上げが22%ダウンし、あらりは37.5%し ダウンすするんじゃないかと試算が出されておりますこういったパチンコへの規制強化、ギャンブル、依存症対策になりますし、また、今も北朝鮮系のパチンコが朝鮮総連に上納金を納めていることが確認されておりますので、北朝鮮対策にもなります。さらに、こういったパチンコが潰れれば、従業員が他の業種に転職いたしますので、人手不足対策にもなります。 このパチンコ、20兆円規模の市場を持っており、3兆円の利益を出しているんじゃないかと見られておりますので、日本政府には今後もパチンコに対して規制強化を行っていただき、最低でもカジノができた時点で、パチンコに対して換金を禁止するようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました